ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、アドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツの崩壊後、遠く南米のアルゼンチンまで逃れた生き残りのお話だ。ドイツから南米行ってまた遠くまで逃げたのね。意外と知らない人も多いが、その中にはユダヤ人絶滅計画を指揮したアドルフ・アイヒマンや、アウシュビッツ強制収容所で残酷すぎる人体実験を繰り広げた死の天使、ヨーゼフ・メンゲレー氏といった重要人物もいたんだ。しかも彼らの逃亡の裏には、カトリック教会も関わっていたとされるほどの、巨大な闇のネットワークが存在していたんだよ。かなり壮大な話になりそうだわ。ヒトラーを失った後のナチス残党たちがどうやって生き延び、そしてしくじっていったのか、ぜひ最後まで見届けてくれ。それでは行くぜ。そもそもどうしてナチスの残党が南米へ隠れることになったの？多くのナチス残党たちは、戦後に処罰されることに強い恐怖を感じていた。特に戦犯とされるナチス上層部にとっては、ヨーロッパに隠れ続けられる可能性はほぼ皆無だと考えられていたぜ。確かに連合軍にしてみたら、ナチスはラスボスみたいなもんだしね。だが一方で南米諸国には、ドイツ移民に対して歓迎こそあれど、恨みはほとんどなかったんだ。しかも南米の独裁政権は概ねナチスのイデオロギーに同情的で、元ナチス幹部や支持者に対して喜んで避難所を提供する姿勢だったんだよ。もともと同情的だったのね。さて、ナチス残党にとって一般的だったのは、イタリアを通ってヨーロッパを脱出する経路だったが、重要な役割を演じたのが、実はカトリック教会の聖職者たちだったんだ。カトリックの聖職者がナチスの残党を助けたってこと？ああ。彼らは修道院を安全な避難場所として解放し、逃亡するための渡航書類の偽造を手助けしたんだ。残党たちが逃走するためのルートは、ラットラインと呼ばれたぜ。ラットラインって何なの？ラットラインは地元のエリートや多国籍企業、カトリック教会などによる避難ネットワークで、ナチス将校や学者、兵士、協力者たちの逃避場所としても知られていたんだ。ちなみにラットはネズミ、ラインは経路や抜け道という意味だ。つまりネズミの抜け道ぐらいの意味だな。人間に見つからないような細い道ってことなのね。そうだな。このラットラインを通じて、何万人ものナチス逃亡者がヨーロッパを脱出し、南米や他の地域に逃れたんだよ。そんな秘密ルートがあったなんて、もちろん他にもいろいろな動きがあったぞ。戦後ほどなくナチス残党によって、戦争犯罪人に指名された親衛隊の本隊員の逃亡を助ける地下組織が作られたんだ。これは暗号名でオデッサと書くもと呼ばれた秘密組織だな。名前かっこいいわね。その最大のグループがオデッサだったが、これは親衛隊の組織の略称で、設立されたのは1946年のことだったらしい。戦後すぐに作られてるわ。そこではローマ教会、とりわけフランシスコ派の修道士たちによって、安全なルートが提供されていたそうだ。しかもヨーロッパ各国の首都にあるエジプト、スペイン、シリアの大使館、それに南米のいくつかの大使館とも、密接なつながりを持っていたという話なんだぜ。まさに国際規模のネットワークだったのね。この援助活動には、アロイス・フーダルという司教が関与していたんだ。フーダル司教は1885年生まれのドイツ人で、ナチスの協力者として名高い存在だったぜ。ナチスの逃亡者たちは、こうしたカトリックの教会組織を頼っていたり落ち延びていたんだ。確かに、考えてみればナチスほどの大きな組織が、敗戦したとはいえ一瞬で消滅するはずはないわよね。そういうことだな。次はそんな南米へ逃げた残党の中で、有名な人物を二人紹介しよう。了解したわ。一人目は夫アドルフ・アイヒマンだ。アイヒマンは、有名なヒトラーの最終解決策の立案者として知られる人物だ。最終解決策って？要するにヨーロッパからユダヤ人を絶滅させるという、狂気じみた計画のことだな。彼はナチスの絶滅収容所のネットワークを統括する立場として、約600万人ものユダヤ人の命を奪ったんだ。その計画立案者ってことは、戦犯の中でも相当上のクラスじゃない？そういうことだぜ。アイヒマンの部下の一人にルドルフ・ヘスという男がいたんだが、この男が裁判でユダヤ人の大量処刑について、この行動全体は、個人的に委任されたアイヒマンを通じて、ヒムラーから直接あなたに伝えられたのか？という質問に、そうですと答えたんだ。これによってヒトラーからヒムラー、そしてアイヒマンという指揮系統が明らかになったんだぜ。確かヒトラーはもうこの世にいなかったのよね？ああ、ヒムラーもそうだな。つまり今やアイヒマンは、喉から手が出るほど捕まえたい人物として注目されていたんだよ。なんとかして情報を吐かせたかったのね。だが、残念ながらアイヒマンの姿はどこにもなかった。戦後、彼は他の親衛隊将校と共に米軍に逮捕され収容所に送られたが、別人になりすますことに成功し、夫をエッグマンという名前を与えられていたんだ。そして、ヘスが彼の名前を出した頃には、収容所から逃げ出して、ドイツに潜伏することに成功していたぜ。うまくやったもんだわ。
脱走後は親類や知人の間を転々としながら逃亡生活を続けていたが、クモのメンバーだったアイヒマンの部下アントン・ブルガーに連絡をつけ、彼らの支援を受けるようになる。その後ブルガーは、アイヒマンを海外へ逃亡させるためにフーダル司教の援助機関に連絡する。例のナチス協力者の司教ね。ああ。そしてなんとかアルゼンチンのビザを取得し、偽造された赤十字パスポートを入手できたんだ。こうして妻と4人の子供と共にブエノスアイレス郊外の中産階級の住宅に住み、メルセデス・ベンツの自動車工場で働くことになったぜ。そしてそれ以降アイヒマンは、その地で10年間を過ごすことになるんだ。よくそこまでバレずに逃げを失せたわね。それで結局どうなったの？ではいよいよアイヒマン逮捕の話に入ろう。よろしくね。アイヒマン逮捕にあたって登場する重要人物が、サイモン・ビーゼンタールだ。聞いたことない名前だわ。ビーゼンタールは、1908年ウクライナ西部のガリチア生まれのユダヤ人で、米軍の戦略情報局の戦犯追及機関の情報員として、戦犯捜索に協力していたんだ。ユダヤ人ってことはナチスの犠牲者だったのかしら？そうだな。彼の一族のうちでナチスによって犠牲になった人は89人にも上ったらしい。ひどい話だわ。そしてそんな彼の名を一躍有名にしたのが、1960年のアイヒマン事件だったんだよ。当時ビーゼンタールは、アイヒマンの過去から1945年5月の失踪までの経過を克明に調べ上げ、失踪の足取りを執拗に追いかけていた。なんといっても最大級の大物だしねー。そしてアイヒマンが、リカルド・クレメントという偽名で、ブエノスアイレスに生存しているという事実を突き止め、同じくアイヒマンを追うイスラエルの秘密情報機関モサドに連絡したんだ。こうしてモサドによるアイヒマン逮捕作戦が始まったぜ。モサド？確かニュースでたまに聞く名前だわ。モサドといえばイスラエル関係の闇が深い案件を一手に引き受ける機関だな。1960年5月にアイヒマン逮捕のため派遣されたモサド工作員の一団は、ブエノスアイレス郊外のサンフェルナンドにある彼の家を張り込んだ。そして彼が仕事から帰るのを待ち伏せしたんだ。調査によってそれがターゲットに間違いないと確信すると、タイミングを見計らって一人がアイヒマンに近づき、スペイン語で話しかけた。彼の目的を察したアイヒマンは恐怖したが、逃げる前に他の二人に地面に押し倒される。こうして第二次世界大戦で最悪の戦争犯罪者の一人が捕獲されたんだよ。鮮やかなお手並みだけど、他国に入って犯罪者を捕まえるなんてイスラエルも思い切ったわね。実はこの逮捕劇はかなり無理やりな作戦で、後々問題になってしまうんだ。そうなのね。そもそもアルゼンチンとイスラエルの間には、こうした犯罪者の引き渡し条約がなかったしな。じゃあ普通に拉致しただけじゃない？そうなるぜ。しかもモサドの捜査員たちはアイヒマンに薬を投与し、そのまま飛行機でイスラエルまで密輸したんだ。やってることやば。もちろんこのやり方は信じられないほどの物議を醸すことになるが、イスラエル側は、異常な状況には異常な措置が必要だと言って強引に押し通したんだぜ。言ってることはわかるけど難しいわね。アイヒマンはその後すぐ法廷に立ち、ジャーナリストの一人からは銀行員に見える痩せたハゲの55歳の男と評される。普通に悪口言ってない？そしてナチスの他の幹部と同様、アイヒマンも自分が怪物だという世間の見方を否定したんだ。彼は法廷で自分は誰も殺していない。列車の時刻表と避難輸送の技術的側面を扱っていただけだと述べたぜ。凡庸な悪ってやつね。もちろん認められるはずもなく、彼は1962年に処刑されてしまったんだぜ。かなり過激な逮捕劇だったわ。二人目はヨーゼフ・メンゲレだ。アイヒマンと同じく南米に逃げたナチ残党の中に、悪名高いアウシュビッツの医師、ヨーゼフ・メンゲレがいたことも知られているんだ。アウシュビッツの医師ってまさか。ああ。数々の人道に反する人体実験を行ったと言われる恐ろしい医師だな。アイヒマンに次ぐナチスハンターの標的となっていたメンゲレは、アウシュビッツ強制収容所で囚人に対して陰惨な実験を行ったことから、死の天使と呼ばれていたぜ。二つ名が中二病すぎる。兵士としての活動の後、アウシュビッツ強制収容所に配属されたメンゲレは、囚人や子供たち、特に双子や妊婦をモルモットにして人体実験を繰り返したんだ。ナチスの人体実験ってほとんどこの人がやったイメージよね。メンゲレの悪用の例としては、意図的に人々を病気に感染させたり、わざとつけた傷に土をこすりつけて瘡を起こしたり、囚人を麻酔なしで手術したりといくらでも出てくるぞ。こうした実験の犠牲者が何人いたかは定かではないが、おそらく2万7千人ほどに上ると考えられているぞ。しかもそのうち4300人以上が命を落とし、他の多くも障害を負ったりひどい傷跡が残ったんだ。まさにマッドサイエンティスト。さてそんなメンゲレだが、1945年1月にソ連赤軍がアウシュビッツを解放した時には、とっくに姿を消していた。敗戦後は米軍の捕虜となるも、身分を隠して一兵士として解放される。
戦後は連合国から第一級戦犯として指名手配を受けるが、フリッツ・ホルマンという偽名を使い身を隠したぜ。よくそこまでうまく隠れられたわね。そうだよな。その後は農場で働くためにしばらくドイツに滞在したが、逃亡ネットワークの助けを借りてスイスからイタリアに入国し、船でアルゼンチンに渡ったんだ。首都ブエノスアイレスで、メンゲレはヘルムート・グレゴールという名前で大工として働き、1958年にはウルグアイで再婚までしているぜ。アイヒマンと同じように南米に潜り込んだわけね。にしても、常にビクビクしながら生きるのも大変そうだわ。いや、意外にも時間が経つにつれて大胆な行動もするようになったみたいだぞ。どういうこと？メンゲレには340万ドルの賞金がかけられ、ドイツの捜査当局とイスラエルの秘密情報機関に追われていたんだが、そんな中でも家族に会うためにヨーロッパに戻ったり、スキー休暇にも出かけていたらしい。度胸やばすぎる。アルゼンチンでは若い女性相手に違法な中絶医として仕事をしたり、製薬会社を設立したんだ。なんか根本的なところは変わってないような。さて、そんなメンゲレの居場所も、モサドの工作員によって知られるようになる。ついに危険が迫ってきたわ。だが工作員にとっての標的は、メンゲレとアイヒマンの二人だったため、どちらかを選ぶ必要があった。どっちを捕まえるかってことね。そうだぜ。しかも一方はナチスのナンバー3、もう一方は悪の組織の象徴とも言える死の天使だからな。両方捕まえられれば一番いいんだけど、それはさすがに難しかったみたいだぞ。結局モサドが優先したのはアイヒマンの逮捕だったが、その後すぐにメンゲレの自宅へ向かうと、すでにも抜け野からだったらしいからな。あちゃー、さすが情報が早いわね。こうしてアルゼンチンを脱出したメンゲレは最初はパラグアイ、次にブラジルへと逃れる。その後もナチスハンターたちは数十年にわたりメンゲレを追跡したが、最終的に彼は1979年にブラジル海岸沖で、脳卒中により溺れてしまったんだ。しかも偽名を使っていたため、1985年に遺体が法医学的に検査されて初めて彼の最後が明らかになったんだぜ。悲惨な最後には違いないけど、とにかく逃げを失せたのね。メンゲレが最後まで捕まらなかったことについて、ノンフィクション作家のベン・マッキンタイヤーがこう書いているんだ。戦後、パラグアイの独裁者となったアルフレド・ストロエスネルは、自分自身がビール醸造業者の息子だったため、ナチスを含めドイツ人に寛大だった。ナチスの医師ヨーゼフ・メンゲレが、1959年にパラグアイの市民権を申請した時も、偽名を使う必要すらなかった。ヨーゼフ・メンゲレは、パラグアイに温かく受け入れてくれる安住の地を見つけたのである。パラグアイはメンゲレがアルゼンチンの後に隠れた国ね。そうだな。また、こんなことも書かれているぜ。この国では、かつてドイツ人社会の一部で高まったファシストへの共感が、逃亡中のナチが流れ込んだことによって息を吹き返したのだった。パラグアイ政府が連合国勝利の3ヶ月前にヒトラーに宣戦布告したのも、いやいやながらのことだった。まさか南米なんていう遠く離れた地でナチスが息を吹き返すとは驚きだわ。戦争が終わって、ドイツ人が雲と呼ぶ南米におけるナチの共謀者の雲の巣が、33年の間メンゲレをアルゼンチンで、パラグアイで、そしてブラジルで守ってきたのだ。ジャーナリストや賞金稼ぎやプロのナチ追跡者は、メンゲレがまだパラグアイのどこかに潜んでいると確信していた。メンゲレが離散業はこの国に、喉から手が出るほど欲しい外貨をもたらした。メンゲレ神話を除けば、ヨーロッパの人々はパラグアイのことをほとんど何一つ知らなかったのだから。つまりメンゲレを追って国外から人が来ることで、国としてもリターンがあったわけね。そしてそれが結果的に、ナチスの残党を隠す動機になっていたんだろうな。最後に、ブラジルにいた頃のメンゲレが日記に書いたことを紹介しよう。ブラジルは、様々な人種が混在しているにもかかわらず住みやすい国だ。しかし、私と同じようにナチスの運動と人種的イデオロギーを信じ、同情する人はたくさんいる。人種的イデオロギー？いわゆる優生学ってやつだな。こんな風にも書いているぜ。弱い人間の生殖は許されるべきではない。これが人類が存在し維持する唯一の方法だ。さすがに諦め悪すぎでしょ。南米というドイツから遠く離れた土地に来てまで、そんなことを考えていたとは驚きだわ。そうだよな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。